秀千代殿だったとは流行りすぎたようだ。徳川が家臣服部半蔵にござる。ここはまだ敵地。我らは藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ。 時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。ほうほう、我らニギタマと同じ気配がするの。神人より生まれ、人に寄り添う我らニギタマ。そして怨念より生まれ、 人を喰らう新玉。この二つの均衡なくしては世にある全ての生は成り立たぬ。長き戦乱で怨念が募り、新玉ばかりが勢いを増しておる。このままでは均衡は崩れてしまう。 天下太平が為に戦う徳川に力を貸すがよい。案ずるな。わしがついてやろう。気に入られたか。続きはかけながら話そう。 我ら伊賀衆が手を配り、家康様は無事に三河へ戻られた。しかし徳川が陣立てを整えるのはまだ先になろう。藤吉郎に対抗した織田の急進たちはことごとく敗れ、ついに柴田勝家殿も劣勢に追い込まれておる。そこで徳川に代わり勝家殿を助けてもらいたい。 勝家殿の居城は北の将。ここ伊賀より山を越え近江の北へ向かうがよい。勝家殿、そしてお市殿を救えるのはお主のみだ。 Thank you.
信長が死に、織田家は大混乱じゃ。そこから頭角を現したのが、霊石を独り占めした藤吉郎。勝家は静ヶ岳で藤吉郎に敗れ、ここ北の庄城に立てこもっておる。 お市様やチャチャ様を奪うために、あやかしを差し向けおったか。 Thank you.
やはり兄弟じゃ。信長と似た気を感じるの。どうやらお市は勝家と共に天守に逃げ込んだようじゃ。急ぐのじゃ。 Mm-hmm.
秀吉の兵を一人でも多く道連れにするのだ。様に仕えた者同士で争うのならぬとは。落城の浮き目に合わねばならぬとは。
俺の主は藤吉郎になったんでな。悪いが首をもらう。やるやつだとは聞いていたが、ここまでとはな。お前に勝てる気はしねえな。主のために忠義を尽くすのが侍。負けたからには腹を切って詫びるしかねえ。だろ？主のために忠義を、負けたか。気配近づいてきたようじゃの。じゃがあと一つ大きな気配が。気をつけるのじゃぞ。
私が人を救うか、一を頼めるか。戦場に身を置くこと40年、筆頭画廊に列する、その自負はあの男に粉々に砕かれた。お市様だけでもと神明を落とし、最後の願いを霊石に託したまで。何の未練があろう、また難儀させてすまぬ。